相手の話も聞けないで相手を頭から否定するバカ、マジで気持ち悪い。どう、ちゃんと話聞いてくれない人ほど怒ってくるよね。楽しみでよ、ザフットボールでーす。はい、始まりました。トークザフットボールっていうより、今日はですね、ちょっとメッセージ動画になります。試合なるリスナーさんとバカどもへというわけで、これどういうことか。今日ですね、このつぶやきのせいでちょっと荒れました。僕なんでこれが荒れたか全くわからなかったですね。ちょっと説明する、間ですね、皆さんなんでこの、ツイートが荒れたかちょっと考えてほしいんですけれども、まずですね、このリスナーさん、いつも見てくれる人に本当感謝してます。なんならですね、今日みたいな動画はできることなら出したくないですよ。僕もね、スルーできるやつはもうスルーしてますけれども、有名人だったり影響力のある人、僕のですね、やってる活動に支障が出る人のつぶやきとか以外はですね、つぶやきとかこう攻撃以外は基本スルーしてきました。ただ今回のですね、この程度のこのぐらいのつぶやきに対して、まあ批判っていうか建設的なのだったらいいですけど、こう人格攻撃とか、お前バカだなみたいな、そういったこと言われると、この人たちに対してスルーして泣き寝入りするのはちょっと違うなと思ったんですね。なんで、そういうふうに応援してくれる人とか、ちゃんとこういったですね、ツイートを咀嚼して、自分の中で消化できる人にはですね、今日これから話すことっていうのは、こうエンターテインメントとして楽しんでほしいです。あ、レオさん、バカ相手にちゃんと授業してあげてるな、みたいな。なんでそういう気持ちで聞いてください。で、これがなんであれなのか。ロマーノさん知らないとか草みたいな、こんな有名な、ジャーナリストの人なのにとか、このロマーノさんが、遺跡の駆け引きとか、僕がね、このツイートしてる、リークしてリバプールから入札をせかしてるのかな、みたいな。こういったね、ロマーノさんが、こう、政治的、このサッカー内の政治的にですね、自分のこの、ツイートを使うはずがないみたいな、そんなの知ってたら言わないつぶやきじゃないですか、みたいな来たんですけど、それがですね、ちょっと、まあ、おかしいっていうか、この人がですね、別に政治的というかサッカー界でうまく立ち回るために自分のツイートを利用してるなんて、このツイートで一個も僕言ってないわけなんですね。それどういうことかっていうのをもっと細かく説明します。ベルナーに関してはもう、このチャンネル来てくれる人なら、まあお分かりの通り、リバプール行きたいってことめっちゃ出てて、本人もそう希望してるみたいな、相思相愛みたいになってたじゃないですか。ただここに来て、チェルシーの線が濃厚になってきて、この、ロマーノさんの、まあつぶやきみたいなことが起きたと。で、これを、チェルシーが言う必要ってないですよね。チェルシーとしたら、こっそりと言いますか、スムーズにベルナーと契約できた方が、年俸とか移籍金釣り上がらなくて済みますから。ってなると、選手だったり代理人が、そこがこれをですね、この情報を言うことによって、あ、チェルシーとベルナー契約しちゃう、うち急がなきゃっていうクラブが出てくればですね、だいぶ得するわけなんですよ。それがリバプールしかり、リバプールじゃなくても、はい、僕もベルナー、どうぞどうぞっていう風にですね、チェルシーがなるわけないんで、こうなるとこう、セリーチが始まるわけなんですね、ベルナーへの。なんで、それを起こしたくないチェルシーからの、このリークはないと。ってなると選手とか代理人が、それをロマーノさんに言うことによって、ロマーノさんとしても、確かな情報筋が、こう言ってくれてる情報だから、つぶやく価値があると。で、これね、ちゃんと見てください、ロマンさんのツイート。これね、レディートゥーサインと書いてるじゃないですか。これね、翻訳機能も使いましたけども、チェルシーがですね、この、署名をする準備ができていますって言ってるんですね。署名する準備ですよ。この状況でずっとベルナー待ってるわけじゃないじゃないですか。署名はまだしてないって意味なんですよ。ってなると、打ち取りますっていうのを、まあ、待ってる人たちがこの情報を流したって考えるのが正しいじゃないですか。で、それに、僕協力しますよっていうふうにロマンさんが言ったとかじゃなくて、その情報をもらってロマンさんが、チェルシーとベルナーがもうすぐ契約するかもしれませんよって言ったのは、これ正しい情報言ってますよね。で、この後にもしも、リバプールとかね、レアルとかそういったところから話が来たら、あ、こっちからも入ってきましたよっていう、その情報全部が正しかったら、ロマーノさんは正しいことを言い続ける人で得をする。そして、ロマーノさんにそれを言わせることによって、本来のね、このお金をもっと、もらいたいとか、希望のクラブ行きたい代理人側、選手側っていうのは得をするっていう、全部得する人たちの中で行われてる情報戦なわけなんですよ。そこを予測して、こういったね、一つ一つの材料をもとに予測して、今チェルシー側がこんな報道するわけないから、こういった選手とか代理人側がこういうの言ったのかなっていう、この材料からの推測をつぶやいたのが僕のつぶやきなわけなんですよ。それに対して、ロマーノさん知らないのとか、ロマーノさんはそんなことする人じゃない。いやいや、そういうことじゃなくてっていうのは、今の説明で分かっていただけたと思います。で、これを、泣き寝入りというか、スルーもできますよ。ただ、この程度の意見でですね、あーだこうだ言われてたら、それこそね、もう、一個一個名前挙げないですけれども、悲しい事件起こってますし、サッカー界の中でもですね、そういった攻撃によって、自分から発信するのをやめてる人っていっぱいいるじゃないですか。僕の周りでもいますよ。ジャーナリストさんとかライターさんとか、面白い話してくるんですよ。なんでそれつぶやかないんですかって言ったら、今ファンの人がうるさいからとか、ちょっとリプライとかでなんか言われるから炎上するからみたいな。いやいや、面白い意見ですし、そんな言ってくるやつ気にする必要ないですよって言っても、気にしちゃうんですよ、人っていうのは。ってなると、
そういったバカたちのせいで、もっと面白くなるはずのサッカー界っていうのが面白くなる、この可能性を潰してしまってるわけなんですね。こういうことを、まあ、言わないことによってですね、こう、大人には一見見えるかもしれません。ただ、そういった攻撃したりとか、そういった意見言うやつっていうのは、それによって気持ちよくなりますから、こういうので、あ、自分たちが悪いことしたな、ダメだったなって思って反省するようなやつだったら、こんなに何回も悲しい出来事だったりとか、つまんない出来事っていうのは、起きてないわけなんですね。なんでその人たちの意見、そういった間違った意見を自分は顔を見せてない、そしてね、何個ももしかしたらアカウント作ってるのかもしれませんし、そういった顔も見せないで人を攻撃することによって、越に入ってる奴らが徒党を組んでね、あの大きなパワーを生み出してるみたいになって、そっちが大衆意見みたいにされてるみたいなこともあるんですよ。応援してくれる人でも、レオさんアンチ多いっすよねとか言われるんですけど、アンチが多くて、実際にアンチの意見の方が正しかったなら、僕の信用性だったり、僕のね、情報っていうよりもその考察とか、そういったところが面白くないっていうんだったら、僕が個人でサッカーの考察を発信してて、ここに生き残れてるわけがないんですよ。てなると、そういったね、もう話も聞けないバカが作り上げたね、あの意見とか妄想のせいでね、こっちが否定されて、それを泣き寝入りというかスルーし続けて、それによってね、こっちのなんか、ネガキャンというかマイナスブランディングばっかりされていくみたいな状況、もうほっとくっていうのは、自分のためにも、今後ね、新しく意見を発して、その意見が面白い人たちのためにも、これは違うなと一発言っとかないと、こうバカがもっと調子乗るなっていうふうに思いまして、今もうみんながね、こう悲しくなって、こうそこでね、あのギブアップしてしまったりとか泣き寝入りしてしまう時代ですけど、僕は言っていきます。そういった相手の話も聞けないで相手を頭から否定するバカ、マジで気持ち悪い。ほんとそういうやつ気持ち悪いです。ちゃんと話を聞きましょう。聞いた上で、その発信してる人が歩み寄ってくれる、もしくは考えを改めてくれるような論理立てた意見を言いましょう。言い方をしましょう。ただ、そういったことを、そういうね、気持ち悪い人たちができないっていうのは僕知っています。皆さんも知っていると思います。なので、ちゃんと話を聞ける人、理解してる人たちにもこの動画を見てほしいんです。そういう人たちは確実に存在します。存在した上で成長しないで、また同じことを繰り返します。それによって苦しむのは話を聞ける人だったり、発信する人たちです。僕の場合はそういった人たちにくじけないっていうのは、この動画で分かっていただけたと思います。ただ、そんな人ばっかりじゃありません。人の話を聞いて、それに対して喋るっていう、そのね、基本ができてない人がいることによって、もっと楽しくなるはずの世界が腐ってしまってるっていう、そういった状況を理解した上でですね、発信する人たちに対して、こう賞賛を送りながら楽しんでいただければいいなというふうに思います。いいね、コメント、面白い動画だと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。レオザルトボーでした。